大阪の某高校なんかもすごい話聞きますからそうに乱れる背負うそういったやっぱりのはより強く感じましたね。筧正行の同級、筧正行の同級、本日のゲストは高橋由伸さんです。よろしくお願いします。お願いします。先日豊中での少年野球教室で、はい、初めてキャッチボールをさせていただいて、はいはい、あの回転のいいボールを取った気持ちよさ忘れられません。いやいや、僕もやっぱりその掛布さんとまさかそういうふうにキャッチボールをするってことがあるなんて思ってもいませんでしたし、新鮮でしたね。新鮮でしたですよ。それとあの子供たちにあのバッティングを教えてた時にですね、はい、すごくそのタイミングの取り方でピッチャーの一番トップの高いところと、はい、バッターの高いところを合わせるような形でタイミングを取りなさいと、はい、それが一番ボール長く見えますよっていうのはこれ当然現役の時から意識したことですよね。そうですね、僕はあのそれたまたま高校生中学生ぐらいの時ですね、はい、そういうことを教えられたんですよ。あ、誰かに聞いたの？はい、でそのやっぱりその子供たちにそのやっぱり距離長くボールを見なさいって言っても、うん、やっぱりなかなかその目に見えないことなので、はい、やっぱり具体的になんかここになったらこうっていう何か具体的なものを言ってあげた方のが分かりやすいんじゃないかなっていうので、自分がその教えてもらったことを思い出して、はい、こうだったらどうなのかなっていうので、まあ、教えることが増えてくると、はい、まあ、分かりやすくしなくちゃいけないっていうので、まあ、その子供やね、はい、特にね。でも子供にね教えることってあのプロ野球選手に教えるというか一緒でしょ。一緒です。そうですよね、本当にそのやっぱり基本的なことはほとんど一緒で変わらないんですよね。変わらないですし、やっぱりそこができないとプロ野球選手も別にそのじゃあ、なんていうんですかね、急に応用とか何か上手くなるとか、はい、そういうわけじゃないので。で由伸さんの野球との出会いっていうのは小学生ですか？はい、小学生、まあでも幼稚園入る前ぐらいですね。あの兄が僕年が離れてるので、あの兄がもう小学生ぐらいの時ってまだ僕幼稚園入るか入らないかぐらいだったので、はい、で兄たちがやってるのを見て僕も家でやるんですけども、田舎だったものですから周りに同級生もいないんですよ。近所に家もないぐらいなのであそうですか、はい、同じ千葉ですけども、僕はあの申し訳ないんですけど由伸さんよりも僕は千葉のど真ん中、都会の千葉です、はいはい、田舎の千葉と都会の千葉があるあの見た目はね都会の千葉田舎の千葉ですけどあ、そうですか。で友達もいない中だったので母親にこうやって投げてもらって家庭で打ってたぐらいなんですよ。あ、それが野球の始めは野球の始まりなんだ、はい、それでその頃ってのはお兄さんの影響といいますけどプロ野球選手で好きな選手、憧れの選手でいたんですか？僕はですねやっぱり同じ千葉だと、まあ、父はもう当然長嶋さん、長嶋さんですね、でその次はやっぱりそのテレビを見るとやっぱジャイアンツ戦しかまだありません、やってない時代だったので、やっぱ同じ千葉だと篠塚さんとか、あーうまかったな。で僕もなんでか分かんないですけど左で打ってたから、うん、余計にその篠塚さんみたいに、当然掛布さんも、はい、あの甲子園のあの3連発は見てましたので。ありがとうございます。はい、えこれ右投げ左打ちになったっていうのは最初からですか？そうなんです。だからそうですね、母親に最初一緒にやってもらったんで、うん、母親が右とか左とかも分からないようなって言ったら僕が勝手に左で打ってたらしいですよ。え、でね、あの私生活では全部右です。全部右、全部右です。僕はね、箸は左なの。それは何です？もともと、いや、あのこれはね、全く変えられたとかうんぬんとか、もともと左だったの。書くのは右なの。ちょっと変わってるでしょ。器用なんですね。器用でね、握力も僕の場合は70以上は70以上あったの。そんな力変わらなかった。やっぱ握力強いんですか？僕も強いんですよ。あ、強かった、やっぱり。もう握力めちゃくちゃ強いです。あ、僕も73、73ぐらいあったの。僕も同じぐらいです。あ、そう。で、両方のバランス変わらないでしょ？変わらないです。まあ、最近はさすがにもう右しか使わなくなってるんで、左が落ちてきちゃってるんですけど、野球やってる時代でしょ？現役の時は全然変わらない。あ、一緒ですわ。それで野球の道に入っていくわけですよね。はいはい。でそれだけその田舎となると少年野球なんかないわけでしょ？まあだからその大体小学校単位じゃないですか、うんうん、ただ僕の方は本当にな小学結構広い範囲の地域の子たちが集まってくるようなチームがあってですね、うん、そこに偶然兄が入ってたんだ、はい、うん、でそこになんとなく自然に小学校の
ちゃんと入ったのは4年生ですね。なんか1年生ぐらいから行ってたんですけど、うん、なんかそのまあ、まあ、当時ちょっと厳しいのもあってやっぱりやだやだやだ、もう入ってたり入ったりを繰り返して、うん、なんとなく4年生ぐらいからちゃんと行くようになって、ね、野球は好きだったんですか？野球はやるのは好きだったですね。他のスポーツはやってないんですか？ちょうどね、僕が小学校高学年ぐらいになるとキャプテン翼という漫画がサッカーのサッカーだ出始めて出た。やっぱ学校がちょっとサッカー色になってくるなったんだったんですけど、やっぱりやっぱ父がどうしてもそこは野球やりなさいと、家でサッカーをやるような環境じゃなくて、もうとにかく野球野球だったので。それで中学校は千葉の学校ですか？千葉の学校で、はい。まああのあれですね、今でいうシニアリーグとか、はいはい、そういう。加計さんはずっと僕の時代はそういうあの少年野球のチームなんかない時代だから、はい、まあ吉野さん言うように小学校単位の中で、はい、さもなきゃ近所の子供たちの仲間でチームを作って、はい、で人数が足りないと2つに分かれて、はい、三角ベースで野球やったり、はい、だからちゃんとしたね、あのチームとしての野球のユニフォームを着てあの野球やったってのは中学校に入ってからです。あ、そうなんですね。小学校の時はあのチームのユニフォームなんて着たことはありませんでした。あ、それはちゃんとしたチームのユニフォーム、少年野球はやっぱちゃんとした、はい、ありましたね。そうですよね、はい。それで中学校に入った時にもすでに公式の僕は公式をやるんですけども、うん、それもやっぱり僕が住んだ地域にはなくて、車で 4,50 分ぐらい週末行って、それこそ地域でいうとあの辺ですね、稲毛とか稲毛あっちの方まで行って、はい、海浜地区行ってちょっと都会に出てくるんですね、はいはい、都会に出てって、はい、野球をちょっとやったっていう。なるほど、はい、でもうその頃にはプロ野球選手に対する憧れ、プロ野球選手になりたいって気持ちあったんでしょ？全くなかったんですよ。なかったというか、うん、なれるとも思ってなかったし、現実的に身近にじゃあ千葉でちょうどそのもうちょっと後ぐらいですね、マリーンズが千葉に来ましたね、来るんですけども、はい、ね、もうちょっと高校生ぐらいなのかな、中学校の時はまだ来てなかったと思う、でしかもその千葉でその野球っていうこと、プロ野球が見れる環境もなかった、まあ、たまに東京後楽園か後楽園、うん、行ったこともありますし、うん、そのただその身近ではないし、自分にはそういった縁遠いものだと思ってたんで。あ、プロ野球の世界は、はい、だからなのでその、まあ、プロ野球の選手になって当然しんのすけとね一緒にやるようになって。そうでしょう。でしんのすけがね、うん、ちっちゃい頃からもう僕のこのぐらいでしんのすけ知ってますからね。だからそういったところが、あ、やっぱ環境、そういう環境って羨ましいなとか、安倍しんのすけも掛布正行も千葉ではちょっと都会部分で育ったので、はいはい、そういう野球の環境、プロ野球がもっと近くにあったかもしれないな、はい、でしかも身近に、うん、もうプロ野球の超一流選手がいて、そうそうそうっていうとやっぱりなんとなく目指そうとか、あ、そういうことか、そういう意識になっていくじゃないですか。僕らはもう本当遠い世界の話だと思ってるから。それがね、中学校の野球が終わり、はい、その時には高校でも野球やろうと思われたわけですか？もう僕ここまでかなと思ってます。何度もあの中学時代は野球をやめようとした。もう厳しくてでしかもその、うん、ちょっとそのさっきも言ったそのサッカーの選手たちのちょっと華やかさだったり、うん、なるほどなんかそのそうです、ね、みんなね、まあ、中学生でちょっと多感じゃないですか、なってくるじゃないですか、そので髪の毛もかっこいいヘアスタイル、サッカー選手とかかっこいいんだよね、野球だいたい坊主だからね、そう、まあ、そういうのに。でしかもその中学校行ってもその外で僕野球やってますから、はい、誰も僕が野球やってることも知らないし、知らないんだ、あいつね、あいつ頭坊主でかといって何もしないでいつも学校すぐ帰るけど何やってんだとあ、そうなんだ、はい、で、まあ、ちょっと話飛んじゃってますけど、高校行って1年生の夏に甲子園出て初めて中学校の地元の仲間たちは、あいつ野球すごかった、吉野部野球やってたんだってなるわけだ学校の先生が一番驚いたっていう、え、吉野部野球やってたのかっていう、はい、でね、僕ね、千葉なのに千葉強い高校いっぱいあるじゃないですか、はいはい、その選択はなかったの？いや、いくつか話はいただいたんですけども、うん、なんかまあうまくその、まあ、なんですかね、まあ僕の考えというか、まあいろんなものとなかなか合うところが学校がなくて、で
ただそのさっき見た僕がなかなかその野球に対するそのなんていうんですかね、執着がそこまでなかったので、多分父親はあのもうとにかく自分がずっと中学校の時やってたように、とにかく自分の手で手の中でどんどんもう全部やらせたい、やらせていきたいわけだったんですよ。でも僕がそれだと多分すぐまたやめるやめないって言い出すっていう母親は思って全寮の学校に、なんぼですし、もう早く外にいずれ出るんだから出した方がいいんじゃないかっていう、母親が一番その遠くに出すと押したんですよね。それって寂しいって嫌だったでしょ。嫌でしたよ。やっぱり今まで全部ね、正直親がやってくれたものが急に、まあ、あの全部自分のこと、あとはその今まで24時間他人と生活したことがないのに そこに放り込まれるっていう、そうまあでもなんか僕そこは嫌だったけど受け入れたんですよね。あ、そうで野球をやるということに対しても受け入れる自分はあったわけだ。そうですね。で遠いんですよね。遠いです。もうだから全寮ですし。うん。噂では桐蔭学園進学したのが慶応大学をもう熱烈の。いやそれはですね、あの本当にどちらかというとあの後からついた話ですね。あ、慶応の道でしょ。はい。それはもう後からついた。そうでしょ。はい。もうだってさっきもそのプロ野球も遠い。思ってた、ね、その子供時代に六大学とか大学なんて考えもなかったですから。で桐蔭さんは吉野さんに対して来てくださいはあったんですか。まあ、はい、あのお誘いはいただいて、ただまあやっぱりその父親の考えとは異なるわけですね。異なるね。手元に置いてやりたい。お父さんの反対はあったっけ、桐蔭に行くことに対して。ありました。やっぱあったんだ、はい、それで桐蔭に入って全寮制っていうのは厳しい環境ですか。まあ比較的多分その諸先輩方のから聞くいろんなどこどこ高校っていうところからするとそこほどでもないんですけど、いろいろ聞くと、はい、聞くともう衝撃的なことがね、あるでしょ、多々あるでしょ、多々あるんですけど、寮の世界でね大阪の某高校なんかすごい話聞きますからそんなことではないんですけども、ただその僕が入った時っていうのはその一部屋僕10人11人部屋だったんですよ。これもすごいな。それがやっぱり2年半きつかったですね。そこだけは。3年生になるとじゃあ何人部屋になるの。3年生も要は3年生だけの部屋になる。1年生の時はまあなんていうんですかね、指導係として3年生が2、3人入ってるんですよ。その部屋の中に。はい。これもきつらいな。だからやっぱ3ヶ月4ヶ月ですね、入寮してから3、4、5、6、7、4ヶ月はやっぱちょっとなかなか緊張感のある生活。ただ僕試合に出れたので、あ、そうか、そこで少しね、気持ちはまだ楽でしたけど、ちょっとなんかそうですね、逃げ道があるね、はい、ゲームというはい、ちょっとその先輩後輩ちょっとね、うん、薄れるというか、もうそっちに集中できる時間があるから。あ、これはでも1年生から出たメリットというかすごくありますよね。もうその他のことがちょっと我慢ができたできますね、はい、っていうのはあったよね。これじゃあ1年生からじゃあ3年はずっとレギュラーなの。そうですね。これもう1年生からレギュラーとして出たわけだ。そうです。1年生のそうですね、4月夏3番ライトで3番なんだ、はい、で高木大成さんが1番で西武。ああ、早い早い、はい、はい、で3番、はい、そうなんですよ。それでじゃあちょっと千葉の実家の方もお父さんも喜んだでしょ。そうですね、はい、もうやっぱり、ね、とにかく僕の野球が見たかってしょうがなかったので、週末はもう必ず千葉から神奈川まで来て、あ、桐蔭の方にその試合を見に来て、ただもう練習だけは来ないでくれと。あ、わかる。練習だけは見ないでくれと。あ、わかる。これ私も一緒ですわ、はい、結局ね、うちの親父も習志野まで千葉からそんな遠くないですから、はい、30分ぐらいで電車で行きますから、はい、毎日練習見に来るわったの、はい、もうそれが嫌で嫌でね、はい、一緒ですね。もう練習は見てくれるなと思う。でしょ。試合はもう試合はもうしょうがないからね、はい、練習は来ないでくれる。共通点があるわ、はい、で甲子園には何回出たんですか。僕は2回です。1年夏、2年夏2年夏、3年の時は出れなかったんですよ、はい。それ1年の夏はですね、もうあんまりなんていうんですかね、
意識がないと記憶はあるんですけども、なんかもう流れに乗ってただけとか、もうなんか入寮してもうさっき見た生活に慣れるのに必死になって、で試合になると少し気が紛れるなって、それがずっと続いて、あ知らない、あ神奈川で、あなんだ勝っちゃって、甲子園だ、あ甲子園こんなところか、あそんなレベルで終わってしまったのが1年目なんだ。はい、まあ、2回始まったと思うんですけどその間もそんな感じで、そうですね、はい、じゃあ負けた時の涙はなかったの？ただ僕が最後のバッターみたいになっちゃったんで、これやでしょ、それがちょっとあれですね、あ、はい、苦しかったですかね、まあ、1年生 でしかもチャンスで打てなかったんですよ。嫌だね、1年生だからね、はい、でチャンスで打てなくて、なんか申し訳ない、これで、あその夏が終わるとその高校野球の生活が3年生で終わるってこういうことなんだっていうのをなんか初めて感じたんだ、感じたんですよね、ちょっと自分の野球だよ責任みたいな感じだわけね、はい、はい、今までそんなことを感じて野球したことなかったので、あ、はい、じゃあそのね最後のバッターになったってことで由伸さんの高校3年間の野球で変わりました、やっぱり変わりました、あそうなんだやっぱり、はい、これじゃあいい経験として変わったわけだ、変わった、はい、まあそのなんていうんですかね、やっぱりその人を背負うじゃないですけど、あ人に見られる背負う、そういった、うん、やっぱり、のはより強く感じましたよね。はあ、アメリカの野球には興味なかったんですか？僕は楽なところで野球がやる。あ、そうなんだ、はい、これは化け物だな。